どうもこんにちは、コシです。本日はですね、ベースアンプシミュレーターのプラグインが無料で手に入るという超お得な情報の紹介でございます。しかもめちゃめちゃいい、アンプシミュレーターが手に入ります。はい。なので、DAW で音楽作ってる人とか、まあ、ベースの音をね、録音とかしてる人にはもう超耳寄りな情報でございます。はい。まあ、僕のチャンネル初めて見る人はですね、こんな感じでベースに関する情報とか発信しておりますので、よかったらぜひチャンネル登録していただけると、まあ、お得な情報を常にお届けできるかなと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい。で、今回紹介するのはですね、プラグアライアンスっていうところの、ベースアンプシミュレーターがですね、なんと無償配布、無料配布で、タダで手に入るという感じでございます。はい。プラグアライアンスっていうですね、まあ DTM DAW とかで、まあいろいろね、こうエフェクター類、まあ楽器界隈でいういわゆるエフェクター類ってですね、まあイコライザーだの、なんだの、かんだのっていうのが、販売されているサイトなんだけど、そこで、まあ、ベースのね、アンプシミュレーターも売っております。で、その中でいわゆる簡易版のですね、アンペグの、まあモデリングされた SVT-VR っていうのの、まあ、簡易版 SVT-VR クラシックというですね、ベースアンプシミュレーターが無償配布となっておりますので、まあ、とりあえずまだベアンのね、シミュレーター持ってないよっていう人、まあ、ベーシストはもちろんだけど、ギタリストとかでたまにベースも取るんだよねっていう人は、この機会にぜひ取っておくといいんじゃないかなと思います。はい。まあ、取得の仕方としてはですね、普通にこのプラグアライアンスっていうサイトに行って、で、この今ね、こたデカデカと、アンペグ SVT-VR クラシックはいって書いてあるんで、通常価格だと99ドルとかなので、まあ、1万円近くで、それが、49.99 ドルになっていて、さらにここから、クーポンを使うバウチャーっていうのかなを使うクーポンコードを入れると無料になるという感じでございます。はい。事前にこのプラグアライアンスのアカウント作っといてください。ちょっと英語が苦手な人は辞書を引きながらなり翻訳するなりしてアカウント頑張って作ってくださいっていう感じで、はい。で、カート入れるじゃん。で、こうなると、とりあえずこのまま行くと、めっちゃ救急車来てるけど、このまま行くと、49.99 ドルになっちゃうんですが、ここだね、ここに、ユーズバウチャーっていうところに、これ、過去のあれが出てきてるけど、これ、はい。アンペグ -4-free っていうのを入れると、俺一回買っちゃったからダメかな、これ。あ、一回買っちゃってるからダメなんですが、本来、ここでいくと、これが0円になります。ちょっと今、ログアウトした状態で、ちょっともう一回行ってみますか。これを入れて、入ったー。で、チェックアウト。はい。で、ここで、バウチャー、アンペグ4フリー。はい。できた。ログアウトしたんでできた。はい。こんな感じですね。アンペグフォーフリーって入れると、49.99 ドルが0円になるという感じで、これチェックアウトすると無料で手に入るよという感じです。はい。で、実際インストールしてみて、使ってみました。で、このプラグアライアンスで配ってるこの SVT-VR と、アンプリチューブ5ってこないだ買ったじゃん。で、それにも SVT-VR が付いてるので、VR だよな。で、なので、そっちの方は、まあ、フルでね、つまみ類があるんで、ちょっと音の比較を、してみたいと思います。ぶっちゃけるとね、こっちの方が良かった。無料でもらえた、アンプリチューブより、アンプ、あ、違う、アンプリチューブより無料でもらえた、こっちのプラグアライアンスで配ってる方が、いい音がしている気がするというファーストインプレッションでございましたので、ちょっとサウンドの方を聞いてみてください。こんな感じで同じファイルでね、取り比べてみたんですが、まあ、とりあえずつまみ類は全然動かしてないんだけど、とりあえずなんか知んないけど、このブレインワークスの方が元気。なんか音が張りがある感じがいたします。まあ、まるっきりの同じ機種じゃないから、完璧なね、なんか比較とは言いにくいんだけど、まあ、近い傾向はあるはずなんだけど、随分、サウンドの傾向は違ったなという感じでございます。なんか、パッと聞き、とりあえずファーストインプレッションって感じでは、このブレインワークスをね、無料で撮ったやつの方が、なんかいいんじゃない？かっこよくない？こっちの方が音っていう感じがいたしました。まあもうちょっとね、じっくり使い込んでみると、また違うのかもしんないところがありますが、はい。まあ特にね、こっちだとほら、つまみ類がもうボリューム、トレブル、ベースしかないし、あとね、ウルトラロー、ウルトラハイしかないので、
あとこっちか、このノーマル、ブライトとノーマル、これでどうやって切り替えるのこれ。あれ？あ、こうやってここで切り替えるのね。はい。まあこんなぐらいしかないので、まあ、あんまりね、調整幅ないんだけど、とりあえず単体量こっちの方がなんかいいんじゃないかな。無料なのにっていう感じがしてしまいました。まあもうちょっとね、じっくり使ってみたり、パラメータいじってみたりすると変わるのかなという感じがいたします。とりあえず、まあ今回はですね、ファーストインプレッションっていうか、まあ音のレビューっていうよりはそもそもこれ無料で手に入るよっていうお知らせの動画でございますので、まあね、DAW とか使っていて、ベアンね、ベースアンプシミュレーターもまだ持ってないよとか、アンプシミュレーターなんか探してるよっていう人は、とりあえず無料だし、撮ってみるといいんじゃないかなと思いますので、ぜひ、撮ってみていただければなと思います。はい。こんな感じでですね、僕のチャンネルではですね、まあ、ベースに関する情報とかをですね、発信したり、まあ、ベースに関係ないこともたまに発信したりしておりますので、まあ、面白いなと思っていただけたら、ぜひ、チャンネル登録をしていただけると、とても嬉しいです。はい。よろしくお願いします。はい。というわけで、本日の動画は以上でございます。それじゃあね、バイバイ。